はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここのチャンネルのショーが今日はサバイバル2025年を笑顔で迎えるための条件をお送りいたします。よろしくお願いします。サバイバル生き残りをかけてですね、2025年を見事にね、笑顔で笑いながら迎えられるためにはどうしたらいいのか それを今日は考えていきたいと思います。皆さんと一緒にね。これは本当に大変なことですよ。もうね、あの、はいつくばっちゃってる人もいます。大変。もう、あの、<laughs> 何が起きてるかって。いや、あの、あっちこっちもう値上がりして経済的にね、まあお金の問題ですけども、私はあんまりね、お金の問題を語るの好きじゃないんですよ。なぜかっていうと、 あの本当に子どもの時からねあの、お金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 がすべてとか、お金があれば何でもできるとか、お金なんとかっていうのがないんですよね。うちの家系は代々そうなんですけど、あの先祖はね、これ本当の話なんですよあの。新潟で米相場というのを作った人間なんですよ。私の,あのご先祖様はあの。世界の相場を初めて作ったんですよ。すごい人間ですよね。まあ いい人間か悪かったかは分かんないですけど、あの世界の先物の相場っていうのは日本から生まれたんですよ。その米相場から。で、その米相場を、これこうやって米、実際米が関係ないけど、あの、量が取れるか取れないかなんてのは、収穫は関係ないけど、先にお金をもらっちゃって、で、相場っていうのを作って、 まあ先払いみたいな形でやっていくっていうのはいいんじゃないかなっていうことで米相場っていうのを先物米相場取引っていうのを作ったんですよねで新潟から始まったんですよでそれを作った張本人が私の父方のねご先祖様なんですけどかなんでしょうねんかそういうのがあってなんかそのご先祖様がお金の何かすべてお金の世界を見たんでしょうね で、その子供、その子供がお金で人間ってのはあんななっちまうんだよみたいなことになって、いやー、やっぱり世の中お金じゃないなっていうことになって、代々伝わって私まで来てるんじゃないかと思うんですよね。何かあったんだと思うんですよあの。その何かあったことは誰も口を閉ざして言わないんですけど、相当まずいことがあった。いや、相当すさまじい事件がなんかあったらしいんですよ、本当に。 うーんまあね、詳しくはちょっと分からないんですけども、まあ大物だったですよ、だから。ものすごい、あの、政治家とかに圧力をかけるぐらいのね、すごい人だったんですよ。まあその血が私にあの直接流れてるわけですね。うーん、まあだけど、まあまあ、あの、ないですよね、だからね、あの、そういうものはね。で、先物とか相場とかやりたいかって言ったら、みじんもないですね。やったこともないですけど、興味も全くないんですよね。 どっちかって言ったら、そうですね、家で寝っ転がって時間があれば、私テレビ見ないんですよね。あの子供の時はテレビ小僧でね、テレビばっかり見てたんですけどね、テレビラジオラジオ、テレビテレビラジオ、もう本当にそれの繰り返し、ラジオはね、セイヤング文化放送、オールネット日本ね、日本放送、ね、で、パックインミュージック1時からでしたね、TBS ラジオ。まあ、そんなのを聞きながら、まあ見ながらテレビをね、 テレビはね、小学生なのに、まあ、11pm ですよね。もうずっともう見てましたね。11pm、最高でしたね。藤本義一さんとかね、司会されてましたよね。大橋巨泉さんとかね。いや、楽しい時代だったですよ。すごいね。テレビも面白おかしかったですよね。すさまじくね。だけど、だんだんなんかまあ、ダメになってきましたね。で、まあ、見なくなったんですよ。あのテレビ業界で働いてたので、 衰退がね、私の場合はもうはっきりとずっともう記憶してるので、いやいやいや、これはもうねえと思って、まあ、見なくなってね、まあまあ、あのー、全部つまんないとか言ってるわけじゃないですよ。そうやって面白いね、あの方もいっぱい出てるし、あのちゃんとした番組もあのー、作られてますよね。だけど、 まあ昭和のそのテレビの番組から比べるとってことですよね。比べると落っこっちゃってるんですよ。かなりね。何もかもね。もうどの番組もってことですね。まあ、それはあの制作費だったり、やる気だったり、気合だったり、なんか全部総合的なバランスってことなんじゃないですかね。わかんないですけどもね。で、まあまあ、あの今はテレビは見、まあラジオたまに聞きますけど、テレビは見ないので、うーん、まあ、人の YouTube も見ないですしね、あんまりね。え、何やってるんですかって。何やって てますかねあの家であくつろいでるときはコーヒー飲みながら、まあ、漫画とか読みますよ、はじめの一歩が大好きで、全、まあ、巻持ってるんですけど、いいですよね、はじめの一歩をね、ご覧になってない方は、あのネットフリックスでもあの第1話から見れますので、いやー、言うと最高ですよ、あの漫画。<laughs> いや、本当に、はじめの一歩いいですよ。 気合入っててね、楽しい。まあ、ただボクシングの漫画なんでね。まあ、女性はどうかなと思いますけどもね。まあまあ、あの、いいですよね。でそういうのを読んだりとか知ってますかね。うん、なんか一回繰り返し読んでますよね。いや、あれはね、初めの一歩はね、学ぶところは大きいですよ。すんごくね。うーん、あの、格闘系のね、あの、漫画が好きなんですよ。空手バカ一代とかね。大山マスタッツ。実在した人物ですよ。 いやあ、大山マスタツは強かったね。すごいね。伝説だよね。十円玉をだって三本の指で、あの、つまんで曲げるんだよ。折るんだよ。真っ二つに。本当なんですよ。万力みたいな手なの。十円玉を折れる普通。ねえ。人間鍛えるとこうなるんだ、そうなるんだ、ああなるんだっていうことで。いやあ、びっくりですよね。 もう人間じゃないもんね。神様って呼ばれてたもんね。ゴッドハンドだもんね。神の手。いや、本当にそうですよね。強かったね。しかしね。まあ言ってることも、あの、その、私も空手やってましたからね。大山マスタ,スターさんには憧れて空手を始めたんですよ。で、かなりやりましたよ。強くなりましたよ。で、あのー、 大山松田さん <laughs>、言えないな。<laughs> 今思い出すことがあるんだけど。<laughs> いや、あの、大 <laughs> 山松田さんね。あの、若れってカレー、あの、カレーじゃないよ。<laughs> 空手をやったんだけど、カレーじゃない。<laughs> インドでそれ。<laughs> あの、空手をやって、ね、あの、鍛えて。いや、あんなに強くなりたいなと思いながらね、夢ありましたよね。だからね。うん、だからあの、初めの一歩を読んでボクシングを始めた人とかいっぱいいるんですよ。うん、あの、 世界チャンピオンになった人もね、何人か、やっぱり初めの一歩を読んで、感動してね、よし、ボクシングやるぞって言って、あの世界チャンピオンまで上り詰めた人はいるんですよね。うんまあでもまあまあ、それぐらいね、あの、海外でも、あの、キャプテン翼っていうサッカーの漫画あるじゃないですか。あれを読んで、ヨーロッパとかイギリスも多いですよ。あの、イギリスも、あの、英語になってるのもあるんですけど、あれ読んで、子供の時にあれ読んで、 あの、テレビもやってるんですよ。スペイン語とか、英語で。で、あれを見たり読んだりして、サッカー選手に憧れてなった、あの、人は、プロの選手、今活躍してるね。今、いろんな選手いるじゃないですか。多いんですよ。本当に多いの。うん、だからびっくりしますよね。漫画の影響って、半端ないですよね。うん。で、まあ、今ね。まあ、漫画の話をしましたけれども、あのー、 漫画って日本の漫画よくできてます。世界的にも本当に優秀なの。すごい。まあ文化ですね、日本のね。で、日本の漫画は何がいいかっていうとね。まあそれはイギリスもヨーロッパ人もみんな言ってるんですけど、東南アジアの方もね、日本のアニメを見て。夢と希望が詰まってるというんですよ。本当にそうだと思いますね。だから書いてる人素晴らしいですよね。原作者とか、まあ自分で書いてらっしゃる方もいるけど。だってあの、 隣のトトロってあるじゃないですか。あれってトトロの人形が今でも売れたりね、してるんですよね。で、世界中であれいいねって言って評価すごいんですよ。隣のトトロってね。でもあれって、あの、名探偵コナンみたいに連続のアニメじゃないんですよ。あれ一回だけで一話だけなんですよね。映画で。なのにずっと人々の心に残り続けるってすごくないですか すごいですよね。いや、それってね、すんごいことだと思いますよ。よっぽどのインパクトなんですよね。アニメって普通はね、1話、2話、3話ってずっと読んでいって、いやーすごいね、これ本当に感動したよってなるんだけど、隣のトトロに限っては、あの一作だけなんですよ。すさまじいインパクトですよね。それがずっと残るって。で、フィギュアとかね、人形とかがまだ売れてるっていうんですよ。世界中で。 いや、それはだからなんかすごいことですよね。どれほどの感動をね、世界の人々に与えているのかっていうことですよね。まあ、宮崎さんのね、作品は、まあ、どれをとってもまあ、そうですよね。あの、本当に芸術的だしね、あの、ストーリーも面白いですしね。まあ、素晴らしいと思いますよ。ね。で、夢と希望ですよ。夢と希望を持って2025年に向かっていかないといけない。これはね、一番必要なサバイバルに必要なものは、 諦めないこと。逆に言ったら夢と希望と目的ですよね。を持って進んでいく。これはね、非常に大事なことです。だあの、心の精神的な面で言うとね、サバイバル、2025年を笑顔で迎えるためには、やっぱりね、心は柔らかく気持ちは強くなきゃいけないんですけど、そのためには目標、夢、希望を持ってないといけないんですよ。いやー、2025年になったらこれやるんだ、あれやるんだって。 でこれから、まあ、ちょっとひどいことが起きます。日本も世界もね。まあ、ひどいってかなり、かなりひどいです。ひどいことが起きて、まあ、めいってしまう人もいるでしょう。でもうめいってる人いると思いますよ、すでに。だってあの、あの、今、今ね、先に起きてるのが、日本の場合は値上がりね。でもこれって、ヨーロッパとかイギリスとかアメリカに比べたら大したことないんですよ、本当にまだ。 あのまあ、そのいろいろ言う人いますよえ、アメリカは確かに値段高いけれども、お給料だっていいじゃないという人いるんだけど、それはね、間違ってて、幅があるの,あの、いい人は確かにいいんですよ。だけど、そんなにね、あの給料上がってない人もいるんですよ、中には本当に。だからきついですよ、イギリスも。そんな全員がね、みんなが思ってるほど、日本の何倍ももらってるわけじゃないんですよ。 だから、もらってない人も中にはいっぱいいるの。んで、あの、いや、こんな、まあ、給料とか、まあ、アルバイトパートとかね、そういう、まあ、時給じゃやっていけないだろ、こんな物価が高ければっていう人いっぱいいるんですよ、本当に。で日本も、これからもっと物価上がりますから、まあ、大変なことにはなります。もう上がってるでしょでも、これまだ序の口で、まだなんですよ。まだまだ、 上がります。まだ上がる。全然。まあ、どれくらいかな。ピークが100だとしたら、まあ、やっと35ぐらいいってるんじゃないかな。35ぐらいじゃないですか、今。30から35ぐらい。まだその辺で。これから上がる。本格的にね。うん。あの、どんどん上がっていきますよ。ね。あの、2024年の中盤から後半にかけてね。ガンガン上がっていきますので、あの、今どこじゃないですよ。物の値段はね。 今年上がるの。びっくりしますよ。どうしてそんな上がっていくんだっていうぐらい上がっていくんですよね。あの恐ろしいぐらいですよ。なぜかって言ったら、日銀が金利をもうすぐ上げようとしてるんです。で、上げようとしてるだけで銀行金利上げちゃってますので、もうすでにね。で、金上がってきてるんですよ。これはね、大問題なんですよ。給料がそんなに上がらないのに、金利が上がるとどうなるかっていうと、もう何もかもが値段が上がるということなんですよね。 恐ろしいことになりますよ。まあ見てたらわかりますけどね。いやもうあの今ギリギリを通り越してね。いやもうもう本当に生活が今していけなくて。いやもう食費を節約してるけどもう間に合わないかもしれないっていう人は、これからなんですよ、ね、値上げ。で今そんなこと言ってちゃ弱音入ってちゃいけないですね。まだこれから、今まだ序の口の30から35、35ぐらいじゃないかな。で、ピーク100だから、まだ全然でしょね。 うん、だから、ガンガンに上がっていくんですよ。割合的にも高くなっていくしね。まあ、だからそれを乗り越えなければいけないんですよね。で、そのためには、諦めてはいけない。強い精神力が必要になってきます。これはね、あの、さっきのボクシングの話やサッカーやね、まあ、私は空手やってましたけど、空手もそうなんですよ。いくら体を鍛えても強くはならないんですよ。あの、 怖いっていう気持ちを克服しないといけないの。例えば、あの、相手と対戦するじゃないですか、大会で。あの、本当にね、あの、いや、この人強い怖いなと思ったらもうダメ。勝てないです。あの、もうこんなやつ何なんだよって言って、あの、俺のこの力をね、あの、どれだけ練習してきたと思ってるんだって言って、もう潰しにかかんないといけないんですよ。目を合わせて、目を離さずにね。 本当に圧力をかけなきゃいけないの。精神的に。でもそれができない人間はいくら練習して本当は強いのかもしれないけど勝てないんですよ。やられちゃうんですよね。全く同じことが今日本の経済的な現象で起きてるんですよ。あの精神的にやっぱり脆かったら潰されていきますよね。でも強かったらどうにかアイデアを繰り出してどうにかするんですよ。できるんですよ。だから諦めてはいけないですね。これはね。 でもそれぐらい大変なことが今起きてるんですよ。本当に。相手と、もう、あの、戦ってね、も,もしかしたら、こっちがバキバキに骨とかを折られちゃうぐらいやられちゃうかもしれない。本当に、あの、倒れて運ばれちゃうかもしれない、病院に。それぐらいのことが今起きているんですよ。みんなに。日本ね。もう世界でも起きてるんだけど、特にこれから日本、今起きていて、ひどくなっていくんですよ。うん、だから精神的にね、諦めてはいけない。 これは本当にそれにつきますね。あとアイデアを出して、まあ、自分で一人で仕事をしてる人はアイデアを出して次々といろんな商品開発していかなきゃいけないサービスとかね。で、まあ、あの、勤めてる人はなんとか、もうしょうがないですね。なんか副収入を得る手段を考えて、まあ、メルカリでなんか売るのでもなんでもいいですよ。もうとにかくなんか考えてプラス出さないと、今ギリギリの人はってことですよ。今余裕があってね。 いやいやいや、もうどんどん物価上がって今の2倍3倍になっても私は大丈夫。給料結構いいし、節約してるし、あんまり使わないし、まあ家賃じゃなくて今実家にいるしっていうことであれば、まあ乗り越えてはいけますよね、そういう方は。一番楽だと思いますよ。だけど自分でね、あの、ローン返していたり、マンション買ったりね、家を買ったりして。で、あとは、まあ月々ね、返すものがあったり、まあ家賃で払うものがあったり。でそういう方は厳しいよね。 うん、だから、増やさなきゃいけないよね。何がなんでも。増やす手だてなんかないし、なんかあの、バイト禁止なんですよ、うちの会社は。もう、そんななんか変なこと言ってないで、そんなこと言ってないで、どうにか、あの、分かりゃしないから、増やすしかないんですよ。ね、あの、分かるような働き方するから、そりゃ、バレたらクビになっちゃうとか言ってるんでしょ。うん、だから、あの分かんないようにやりゃいいじゃないですか、そんなのね。どうにかしないと、足りないんだったらってことでしょ。足りないんだったらね。 足りないんだったら、もう命かけでどうにかしなきゃいけないですよね。本当に。だって足りないんだったら、どんどん、あのー、カードローンとかでね、あの、借りて、どんどん借金が膨らんでしまって、生活しできなくなっちゃうじゃないですか。だからどっか、あのー、贅沢していて削れば、なんてことはないよって言ったら、削ればいいだけの話だから、まあ、どっちにしてもね、あの、本当に前もって、かなり前から手前から想定しておかないと、 潰されちゃうですよこれからすごいあの上がっていくんでね、いろんなものがね、急激にね、急激に上がるのん。だからちょっと潰されちゃいますから、だから精神的にやっぱり2025年に目的、希望、夢を持って生きなきゃいけないってことですね。で、体ですよ、あと。体がね、もう精神的にはそうやってやっていって行動を起こしてね、アイデアを振り絞ったり、もう一個副業したりとか、まあ、何かメルカリで何か売ったりとかね。 もう這いつくばってでもあの収入増やして、なんとか補っていくっていう形でいいんですが、これはね、あの精神的にはそれでいいんだけど、今度ね、体が丈夫じゃないとね、それできないんですよ。で、体をいかに健康に保っていくかが課題になると思います。まあ、変な謎のね、あの病とかも、まあ、または行りますよ。だからそれにかかっちゃいけないっていうことで、まあ、その防備しなきゃいけないですよね。で、まあまあ、あのいろんなことあるんですけど、 自分でできる限り防備をするということですよ。で、そこで、あの私はサプリメントいろいろ飲んでるので大丈夫ですよっていう方いるんだけど、うーん、私はあんまりあのお勧すすめはしないですねあの。人間の体というのはあの、例えばビタミン C ってあるじゃないですかあの。ビタミン C って売ってるもの全部化学薬品ですからね。化学薬品で作ったビタミン C なんですよ。本物じゃないですからね。 あのいや全部とは言わないね、全部というと、弊そうかあるのか、あの高いやつで、本当に果物から抽出した100%、抽出したものは、まあ、それは化学薬品ではない、一部ね、少ないですよ、すごい。で、で例えばそれを、例えばレモン果汁100%とか言って、まあ、それを、まあ、飲んでいるとするじゃないですか、または化学薬品のビタミン C、値段は安いですね、そっちはね、まあ、それを毎日飲んでるとするじゃないですか。 人間の体というのは不思議なもので、直接そうやってビタミン C を、まあ、入れていくと体にね、脳がね、まあ、脳、全部脳ですからね、脳が支配してるで。脳がね、あの、自分とは別人格なんですよ、脳っていうのは。脳が、どういうふうに考えるかっていうと、おやおやこの人間は、ビタミン C を、もろに入れてるね、ん続けるのかな って続けるわけですよね。体にいいから続けよう。続けないと何でも継続だからっていうことで、まあ、毎日ビタミン C を入れるわけですよ。おやおやうん。ビタミン C が毎日入ってくるね。もう1ヶ月もこんなことをしてるね。この人間は。ということはビタミン C を簡単に取りたいんだね。そうかそうか。ビタミン C はビタミン C で簡単に取り入れたいんだ。体に。なるほど、なるほど。 という判断をするんですよ。これはね、恐ろしい判断なんですよ。じゃあ脳は何をするかっていうと、いやーもうじゃあ体に負担をかけないようにこんなにビタミン C を直接取るんだったら、もうレモンとかオレンジとかそういうものを食べても、そこからビタミン C を取る必要はないね。うん。だって毎日直接こんな大量に入れるんだから、いらないね。そういう作業は。 体に負担がかかるしね、やめましょう本当なんですよ。だからね、もうね、果物から野菜からもそうだけど、ビタミン C を、あの、分解してね、吸収する力が、どんどん低下していくんですよ。これは怖い話なんですよ。ね。で、その、ビタミン C を直接入れるのをやめると、ビタミン C を体が、 分解して吸収できなくなっちゃうんですよ、もう。怖いですね。でも全部の栄養がそうなんですよ。そうなってるの、体って。だからビタミン B1 とかね、B2 とか、直接錠剤で飲んでる人は、もうね、なんか、まあ豚肉だとか、いろんなものにね、ビタミン B 系が混ざってるじゃないですか。で、その食べ物を食べても、そこからビタミン B を吸収することはできなくなるんですよ。 これは恐ろしい話なんですよ。で、科学的な、例えばビタミンなんですよね、ほとんど、売ってるのは。そればかりを吸収するようになるんですよ。でも体って本当に繊細でよくできているので、偽物のビタミン C を飲み続けると、体の隅々まで毎日飲んでれば行きますよね、行き渡ります。そうすると、体のね、例えば爪かなんかがね、爪の細胞が脳に問いかけるんですよ。 おやおやこれ、なんか違うね。ビタミン C に似てるけど、ちょっと違うよ。これどうするって。うん、だけどこの人間はビタミン C を直接取り入れて、もうそれがビタミン C なんだよ。我慢しなさいって言うんですよ。おやおやでも本物じゃないと、爪が生成できないんだよね。これ以上。どうする うーん、まあ、しょうがないね。でもこの人間はそれがビタミン C だと思っているんだから、それを使って生成しなさい。おやおや困ったね。これは科学的な薬品のビタミン C だね。これで生成すると爪ボロボロになっていくけど、どうしたらいいですかもうそんなこと言ったってこの人間をそれに決めたんだから。ボロボロでいいでしょう。しょうがないでしょう。この人が判断して、その薬品のビタミン C を取ってるんだから。 もうね、果物からビタミン C を吸収することはやめたんですよ、私は。だから、もう爪ボロボロでも何でもいいですから、ね、あの、ちゃんと思い知らせてあげなさい、この人に。うーん、わかりました。ということで、どんどん偽物なのでね、何かおかしなことが、これはあの3ヶ月半年、1年、2年、3年という時間をかけて起き始めるんですよ。 で、最初はなんか、まあ、ビタミン C を直接取るんだから、調子いいですよね。だけど、そのうち、まあ、違う偽物なんでね、そのうち調子が悪くなってきて、なんか具合がなんかあんまり良くないんですよって、ね。もうお医者さんに行くようになっちゃって。おー、そうなんですね。まあ、どうでしょうね。まあ、特になんか悪いところはないんですけど、そうなんですよ。わからないんですよ。なぜかっていうと、 本物ではないけど、ビタミン C とそっくりなものを取ってるので、違和感っていうかね、細胞の違和感は少しずつずれていくだけで、あの科学的にはほぼ、あの症状が思いっきり出るまでわからないんですよ。でも症状が思いっきり出た時には、もう手遅れになるんですよ。恐ろしい話ですね。こうやって、大きな、まあ何か大問題が体に、 浮上してくるんですね。何年かかけて。だから、決して私はおすすめ。まあ、短期間でね、なんか、よっしゃーっていうふうにね、元気を出したいとか、肌をツルツルにしたいとかね、なるんですよ。最初なるの。あの、勘違いして、あ、ビタミン C いっぱい来た来たってなるから、ところが長いうちにずっとやってると、まあ、人間の体はもうバカじゃないので、さっきの爪くんみたいにね、 なんかちょっと変なんですよねって言い出すんですよ。で、何年かしたら、ボロボロになっていくんですよね。本当の話なんですよ。なんか赤みができちゃって、ボツボツができちゃって、皮膚もボロボロになっちゃって、爪もボロボロになっちゃってね。まあ、そんな風なことが起きる、その原因が、もしかしたらね、あのー、本当に、なんですかね、直接そういうものをね、まあ、買って、あ、これはいいんじゃないかな、体にいいんじゃないかなと思い込んで、 続けていいた結果ななのかもしれないですよ、ね、うん、まあの、そういう方もいるんですよ、これはね。あのだから、ね、良かれと思って続けていって、ね、体がそんなになってしまってはいけないじゃないですか。えじゃあ、一体どうしたらいいんですか,、うん、だからそれはねあの、食べ物からちゃんときれいなものをね、あのまあ、無農薬で、有機野菜でっていうのは、野菜だったら一番いいですよね。 でそうやって極力気をつけて、ただ人間排出能力あるんでね、あのー、極力気をつけて完璧ってことはできないですけど、まあ、排出の能力、浄化能力とかあるので、まあ、極力気をつけながら、まあ、食べていくっていうのがいいです。で、食べ物の中から栄養をちゃんととっていけるようにね、健康な体をそうやって作っていく、いろんなものをまんべんなく食べるというのが、まあ本当一番いいんですよ。 まあ、それは、あの、肉はね、いや、私、ちょっと豚肉はちょっとっていう人いるかもしれないあ。肉は全般的にっていう人いるかもしれないけど、そういったらお魚食べるとかね、まあ、卵を食べるとか、タンパク質はどうしても必要ですからね、まあ、大豆から取るとかね、まあ、いろんなことを考えていかないと、まあ、いけないんですよ、本当に。バランスはね、で、自分で工夫してやっていくと。で、あと、まあ、運動、軽い運動でいいですから、そんなの、毎日ね、10キロジョギングするとかね、そう必要ないですよ。 あの、いや、それはやってもいいんですよ。必要ないっていうのは一般の方はね、あの、普通の方は、ま、軽い運動でいいんですよ。あの、そんなにね、ジムに毎日通ってね、ガッシャンガッシャン重りをね、上げたり下げたり。まあ、それが好きな人はいいけども、なんか、やった感ありますからね。そうじゃなくて、まあ、ほんとぴょんぴょん跳ねるだけでいいんですよ。誰でもできますよ、どこでもね。あの、自分が立ってる場所があればできるんですよ。でそこで軽くぴょんぴょんぴょん,ぴょんって、 まあ100回から300回跳ねるといいですよね。まあ、1日平均300回跳ねていくと、本当体いいです。軽くなりますよ。あのただ、跳ねるんですよ。あんまり高く、あの、調子に乗っかって跳ねると足くじいちゃいますから、もうあの床からね、あの5ミリでも上がってればいいですよ。本当にね。足がね、足の裏が。で、ぴょん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 跳ねるんですよ。まあ、それだけでも全然違うんですよ。あの跳ねるときにもしできたら、両手をあの広げたり、台の字にしたり戻したりとか、 まそれをやってちょっと付け加えるといいですよね。それで100回から300回ぐらい毎日。で、100回まずできない人はもう20回でもいい。20回からでも10回からでもやってみるんですよ。とにかく挑戦。で、それをやっていくと変化は起きますね。あの、軽くですよ。そんな思いっきり飛んじゃダメですよ。ねえ、じゃあ地上から私は50センチ飛べるよって。いや、50センチも飛びながら100回もできないんですから、普通の人。 アフリカのなんとか人じゃないですからね、あの人たちは飛ぶよね、なんか飛ぶ人いますよね、ああいう感じで、まあ、飛ぶ必要はないですよ、本当、5ミリでも上がってればいいので,で、そういう運動をすると、体のね、要するにリンパ液だとか血液の流れとか、滞りがなくなって良くなっていくので、まああの、頑張ってやって継続していけば、体は軽くなっていきますねであの、滞ってる悪いところが流れていくので、良くなっていくんですよね。 でもそれをやらないと、まあ、他に運動してれば別ですよね。あの、他の運動というのは、まあ、なんかテニスやってるとかね、バトミントンやってるとか、バレーボールやってるとかね、体にいいですよね、すごくね。ゴルフでもいいですよね、よく歩きますからね。ただゴルフ一週間に一回やってるんですよ。あんまり良くないですね。一週間に一回しか運動しないじゃないですか、それじゃ。いや、打ちっぱなし言ってます。打ちっぱなしあんまり運動にならないですよね。だから、あの、 ぴょんぴょん跳ねるの付け加えた方がいいですよね。よく歩くか跳ねるかですよ。うんまあ、跳ねる方が簡単じゃないですか。その場でぴょんぴょん跳ねりゃいいだけですからね。で、それやっていかないと、結局、なんだか腰が痛いとか肩が痛いとか詰まった感じがするとか言って、整体とかそういうなんか視圧とかに行ってね、押してもらったり、針打ったりとか、いろいろやってもらうわけですよね。で、その時は、もう当然よく聞きますからね。そういう腕のいい先生だったら。 まあ,あの、滞りが流れるけど、結局、運動しない習慣がついてるわけだからあの、流れは悪いですよね。だって流さないわけだから、自分で毎日。行ったときだけ、ぐーってやってもらって、流れて、わー、よくなった。でも、自分で何もしないんだから、また良くならないんですよね。悪くなっちゃうですよね。だそれの繰り返しなんですよ。だ自分で努力して改善するという体制を、 無理やりでもいいから取っていかないといけないんですね。気合を入れてね。他力本願では体、健康は手に入らないです。絶対に。他力本願では一時的なもの。もう一時期ですよ。短い手に入ってもね。ああ、なんか良くなった。持たないでしょう、きっと。半年も一年もおそらく持たないと思いますよ。やがてなんだか全体的におかしくなってきちゃう。 うーんだからね、それはね、やっぱり自分の努力なんですよね。努力、うん。だからそれを継続して、体の方はそれ継続していかないといけないということですね。まあだから心と体のバランスですよ。前向きに前向きに自分で努力して、自分自身の体のバランスを取りながら進んでいくという。で、これをやっていかないと、2025年は、おそらくね、笑顔では迎えられないですよ。体も崩れちゃう。 あの体崩れやすくなるんですよね。だって心がなんかドキドキしちゃうでしょこれから値上がりがすごかったりとか、ドンパチがものすごい勢いで始まったりとかね、いきなり大停電したりとか、あの、ああってなっちゃうでしょ心臓が。それ体丈夫じゃなかったら、ね、体に来ちゃうじゃないですか。だから体も丈夫にしておかないといけないんですよ。これが難しい。いや、だけどやることは簡単。今お話しした通りの話ですよ。 種類はいっぱいないです。でも自分でそれを継続してやるかどうかということですよね。まあ、あのー、丁寧にね、少しずつですよ。少しずつ努力して、一気になんか元に戻そうとしても、長い間かかって複合的な原因によって何か、まあ、とんでもないことが生じた場合にはですね、それは時間相当かかるわけですよ。そんな簡単にね、 一日二日三日で元には戻んないですね。うん。だからやっぱり人間早く戻そうとするんだけれども、やっぱ落ち着いて丁寧に自分の力でゆっくり戻していくというのがいいんじゃないでしょうかね。まあ、皆さん頑張って2025年笑顔で迎えられるように生き残っていきましょう。気合い入れましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。応援します。頑張りましょう。ありがとうございました。